次の超ヘスは誰やろうな。名実ともに俺たちは世界一の海賊団だ。やった、俺や、よっしゃ、うわはは、ハッピー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 。またカイドウじゃないの？僕も変わったからな、フォルムチェンジだ。お、あいつは。やあカイドウ、ああすまん、今度タナピーさんに情報修正できるか声かけてみるよ。裏切り者。お前は仲間だと思ってたのに。エースヤマトが来た時だって一緒に悲しんだのに、シロヒゲが来た時だって一緒に環境落ちしたのに、なんでなんで一緒に落ちぶれてくれなかったの。なんかごめん、もう散々だよ。新しいカイドウ出ないプラスせめてのものの情報修正がなかった。もう青カイドウこのまだだともう未来真っ暗だよ。エースヤマトには防御虫ですぐ倒されるし、シロヒゲは俺の完璧上位互換だし、しまいに甘え、敵友を無視して旗を握るな。なんやねん、攻撃したら覇気出るって。俺は愚か、交渉キャラに人権なくなったぞ。すまない、本当にすまないと思ってる。今すべて聞いて思ったことはこう思うよ。ドンマイ、俺に限る。こいつ人の心とかないんか。はっきり言わせてもらうと、超フェスって結局後出し無試験なんですわ。新しいキャラが弱いはずないし、しかも俺はお前を同類と思ったことはない。バウンティーでお前のあだ名知ってるか。お前はセミ、俺は海賊王で、ガッ、お前がそんなこと言うならいっそのこと倒してやるぜ。ブルーパワーのホロブレス、来るか。俺のこのスキルカムサリは 50% の割合ダメージプラス、今食らったホロブレス分のダメージをお前が耐える。特性で一回復活したな。最後に言い残すことはあるか。ねえ、あ、待って、さっきお前が言ってたタナピーさんに情報修正頼む。何か引いちまったぜ。そういえばお前フランキーにも弱いんだったね。